それで自分ヤングだったかって言ってたって分かんねえべや。これでその時私たちばかりの年の若いもんばかりじゃなく、そこで22、3のもいれば、あと40近くの女もいだったから、彼らも分かんないわけだ。十分ヤングって言ってたって分かんないわけさ。だからまあとにかく行ってみれば分かるんだって言ったから。であとはお金が儲かるからとか、非常にいい仕事がある、あるいは軍隊で働いてもらう、あるいは缶詰工場で働くというような形で、まあ、違う仕事だと思ってでついていったところが実は軍の慰安所であったと、まあ、そういった騙されたケースもあります。であとは全く強制的にこう拉致されて連れて行かれたと。それにもう兵隊、30人ぐらいの、まあ、慰安婦はおったでないかと思うんです。まだ他にもたくさんその慰安所もあったと思いますが、自分らの、見た範囲では、それぐらいと思いますが、それ30人ぐらいの6人時間をまあ決められて、朝の10時頃からですか、もう晩昼からのまあ3人かな、ぐらいが時間ないと思うんですけど、それで、衛生隊のその隊から各中隊に配られたその、まあ、入場券ですな、サックをね、サックをと一緒に渡されて、それ他にはもう相手しない。だから、まあ、その軍人たちが通過部隊として討伐行くとか戦術で行くとかってなった場合には忙しいから、もう50年もないし50年以上も取ってる場合もあんだから、だからもうこれは大変だったよ実際は。そしてお砂お砂と言って、その家の前に集まって、慰安所に集まって、まあそういう一人がなんですね、3分か5分もあったらねえ、まあ用事を達すようなことでしょうか。もうね、靴脱いでちょっとズボンを垂らすぐらいでね、やっとったような方です。だから妊娠であるがな、何であるがもうやるわけさ。7ヶ月になった時、やっぱり商売なもんだから、なるべくなら兵隊たちはやりたいべし、その商売やらしる人間たちはやらしたいべし、借りは取りたいべし、だから本人の体はちっとも考えるわけだ。血の波でもないんだから、無茶なことやらしいからと。それはね、まあ、多分まあ4回ぐらいあったと思うんだ。4回ぐらい、まあ2人ぐらいか3人ぐらい、まあとにかくね、死んだ子供もなしたし、だから生きた子供は死な人さやったし、あと一人は朝鮮の女子さんやったし、だから二人は一つは聞いたと思うんだ、だからね、まあいろいろ考えればさ、罪はだんだん罪になるわけだからさ、もうこんなことなんか、まあ、いちいち子供のこと死ぬ、まあ、今なんか子供欲しくないから、用でもないんだから、自分の体がね、生きることが手いっぱいなんだから。これは正式の軍の公文書ですが、その中にThis is an official letter from the Northwest Troops under General Nagasaburo. が出した所属部隊の通帳があります。そのようなですね、強姦事件を防止するために、This document is proof that in order to prevent further rape incidents, the military gave orders to create comfort stations. 所属部隊に命令しているという資料です。